図書館ファーストイヤーセミナーでは図書館を活用して充実した学生生活を送っていただくために重要なポイントをご説明します。この動画では初めに皆さんに知っていただきたいことをお伝えします。皆さん、大学の授業はいかがですか 高校までの授業とは違うなと感じている方も多いと思います。皆さんが感じている通り、高校までの学びと大学での学びには大きく異なる点があります。高校までは基本的に授業で習ったことを間違えずに回答することが勉強だったと思います。ですが、大学の勉強は授業や 試験を受けるだけではなく、自分で調べて学んだことをもとに、自分の考えを述べたり、実験や研究をすることが求められます。大学で課題として出されるレポートや論文は、感想文とは違って、自分の考えを述べるときには、しっかりとした根拠が必要です。 例えば、今夜は狼が来るらしいと主張したいとき、主観だけで満月だから狼が来ると言っても根拠として不十分ですし、ネットで誰かが言っていたことを根拠にしても、その情報の信頼性は低く説得力のない主張になってしまいます。一方、同じ 今夜は狼が来るらしいという主張をするのでも、新聞や学術的な図書、公的な機関のウェブサイトなど、出所の確かな情報をもとに導き出したのであれば、説得力のある主張になります。このように自分の主張をするときは、しっかりとした根拠が必要です。特に、 レポートや論文を書くことが必要である大学の学びには信頼性の高い情報を集めることが大切なポイントです。それでは信頼性の高い情報はどのように集めたらよいでしょうか。大学には信頼性の高い情報を集め提供してくれる場所があります。それが 図書館です。付属図書館は皆さんの学びや研究を支えることに特化した図書館です。信頼性の高い本や雑誌、新聞、データベース、統計資料などが豊富にあり、また、膨大な情報を効率よく調べるためのツールが整っています。 ぜひ、図書館を活用して、充実した学生生活を送ってください。筑波大学には、専門分野に分かれた5つの図書館があります。今回は、中央図書館を中心にご説明しますが、他にも、体育芸術図書館、医学図書館、図書館情報学図書館、 東京キャンパスにある大塚図書館があります。皆さんはどこの図書館も中央図書館と同じように利用できます。皆さんの持っている学生証が図書館の利用証です。図書館に入るときは必ず学生証を持ってきてください。図書館には 入館ゲートがあります。ゲートの前の一時停止の線で一度立ち止まりましょう。学生証をリーダーに確実にタッチするとゲートが開きます。もし学生証を忘れてしまったらカウンターの職員に声をかけてください。ここからは図書館の Web ページについて ご説明します。トップページの一番上には様々なコンテンツメニューがあります。資料の探し方を知りたいときは資料案内。図書館のサービスについて知りたいときは利用案内のメニューから詳しい情報を見ることができます。トップページにある検索窓はチューリップスサーチです。 チューリップスサーチとは世界中の様々な資料を素早く簡単に探し出すことができるツールです。チューリップスサーチの検索窓の下には様々な資料を探すツールへのリンクがありますが、チューリップスサーチではこれらを一度にまとめて検索することができます。自分の探している情報が どんな資料に載っているのかわからないときはチューリップスサーチがおすすめです。トップページの左下からは便利な個人向けサービスマイライブラリを利用することができます。マイライブラリを利用するためにはログインが必要です。図書館の ID は学生証の裏の バーコードの下に書いてある13桁の数字。パスワードは統一認証システムと同じです。統一認証のパスワードはツインズなど大学のいろいろなシステムで使う大切なものです。もし忘れてしまったら図書館で再発行することができます。平日9時から17時の間に 学生証を持って、レファレンスデスクへお越しください。なお、大塚図書館は、対応時間が異なります。マイライブラリの使い方については、2、本を探そうの動画で、詳しくご説明します。皆さん、統一認証の初期パスワードの変更はされましたか 統一認証の初期パスワードは有効期限があり配布されたらすぐに自分でパスワードを変更する必要があります。まだ初期パスワードを変更していない人は画面右下にある QR コードまたは URL にアクセスして必ず変更してください。変更しないとある日突然ツインズなどに ログインできなくなりますので気をつけましょう。1、はじめにの内容はここまでです。次の動画は本の探し方についてお伝えします。